はい、皆さんこんにちは、あ、こんばんはですかね。本日も始まりました、遊園地夢物語の方をやっていきたいと思います。こちらのカイロソフトさんの方で出しているソフトなんですけども、買い切りアプリということですが、カイロさんの中では高めな方の部類に入っております。フルパッケージまではいかないです。確か800円、900円、もしくは1000円ぐらいちょっとしたのかな。ちょっととにかく高かったんですよ。ただその分面白い。市外保険4年の秋、やっていきたいと思います。音、戻りました。ありがとうございます。さあ行きましょう。4年の秋ですね。何をしてたのかというと、自分の陣地を広げているというとこですかね。おお、こんなの作ったんだね。これあれどうなんだ、詳細。レベル3か。じゃあ今無理だね。ここから70万、4年目秋だからな。あ、季節のイベントを検討する時期にやってきました。ハロウィーンを撮ったんだな、これ。絶叫系ないもんね。なぜ絶叫系にレストランが入っているのかわかりませんが。あー、でもこれ行くしかないのか。絶叫タワーとバンジージャンプか。あ、まあ作んなきゃなんないね、結局。ちなみに、あ、あるんだね、これ。45万、90万使うんだね、どっちも。作ってみますか、じゃあこれ。どこら辺作ろうね。ここに作っちゃうと厳しいか。これなんだっけ、それトイレか。入り口の向きを、あ、じゃあここにします。あ、これ下にするか。こう、お、これだとこれないでしょ。で、2マスは開けたいから、ここら辺か。で、すぐオープン。メニューで急いで道を作ると、おい。で、ここも行けるように2マスの道。本線は3マスで、脇道は2マスでいいんじゃないですかね。で、これを研究して。やることやっとくと。はい、幸福度上がります。はい、幸福度星2です。乗り心地今度極めますよ。はい、極まりました。あ、これあれかな、コストダウン。あ、いける、あ、いけない、やっぱり縦の動きの重要性。あ、高さアップだって。北海いけるかも。 40% じゃ無理か。まあですよね。はい、分かってます。これ高さ変えられるか、もしかして。拡張、お金がなくて無理なようです。ここちょっとなんかあれだから、あれ、あ、とにかくお金がない。どうしようかね。ここに自販機で持ってくか。用語達成、アトラクションの高さを最高4以上にしましょう。30万。はい、ありがとうございます。設置でここに、ここに設置で、これ無駄だったかな。どう思う、皆さんどう思いますか。無駄だと思いますか。私はちょっと無駄なことをしてるような気がします。あ、これでいけるかな。いった、コストダウン。はい、ありがとうございます。コストダウン大事ですからね。維持費っていうのかかりますから、どうしても。お金が上がりましたね。なんか汚いよ。あ、マイナスこいてる。売り上げがマイナスこいております。こういう時ですね、宝箱探します。あ、ありました。はい、黒字になりますね。こういうサイクル運動をしていきながらね、
いや、53万、素晴らしいですね。さらに何ですか？まんまるトピアリー、クソ団子みたいですね。ってことは、どうする？あと、なんかどっかねえか、キラキラ。キラキラ雇わなきゃならないんじゃないか、もう。ネクストキラキラどこ？そこ？ネクキラ。で、もう50万貯まったから、絶叫系もう一個いけるんじゃないの、これ。これ上はね、なんか、パレードとかをあれしたいんだよな。絶叫系、置きますかんで、ここに。はい。ここまで人が来るのかどうかわかんないよね。はい、絶叫系。研究設定変更とかよくわかんないかな、とりあえず。はい、レベル2になります。あんまりあれがないかな。とりあえずこれしかいけないの。これ邪魔だね、ここね。ここ2マス使っちゃうと1、2、2マスになっちゃうか。確かこの岩もいけんだよね。どこ掘ってんの ?1、2、あれ ?3 人だっけ ?3。こいつまだ掘りそうだわ。キラキラどこにある？あ、遠いなぁ。あとは？あ、ここか。ふむふ、ゲストが何か滞在できる配置を心掛けるといいかも。やっぱ配置なんだよね。そんな気はしておりました、私も。はい。でもさ、あ、メリーゴーランド、そっち端っこにいるの。これメリーゴーランドでしょ、これ。なんかさ、遊園地入ってすぐに、まあ、このモニュメントがあるのが、まあいいじゃない？とても。でさ、その奥側にさ、あれが欲しいよね。コーヒーカップじゃなくてメリーゴーランド。なんかメリーゴーランドって乗らないくせに見ると、ああ遊園地来たなってなりません？俺だけかな。なるんだよね。ナスハイランドパークとかさ、そういう遊園地とか確か入って結構早めに正面にパーンとこうね出てくるんですよ。それがね、ああ遊園地来たなーっていう気になるんですよ。まあ私だけなんですかね。残念です。共感してくれたらいたらコメントお願いします。はい、というわけで、このね、クソ団子の、あ、クソ団子じゃないわ、こいつ大丈夫？ゾウで来てるけど。乗り物やっぱ正面に置くべきだったな、これ。お、マスコットドラフト会議。お、なんだ、ちょっと多いな数が。小雪だるま、お前、うち雪だるまいるからお前も来たらどうだ。どうしよう、真ん中、こういう時は真ん中だよ。ま、ひどい。うわ、お前はいいよ別に。一応閉めてね。なんかいいのある？お、広い遊園地だよ。すごい、かわいい。すごい、節約。お金あんまりないけどね。すごい、行ったんじゃないこれ。よろしくね。お、なに、ボーナスポイントが2になったけど。グリーティング、こいつはもう見た目重視でグリーティングでいいか。宇宙からオブリガード。宇宙ゾーン。はぁ、あ、はぁ、あ。こいつもゾーン作らせる感じですか。宇宙ゾーンどうしようかな。どこに作ろう。ここでいいかな。この上。どこに作るかちょっと迷うな。お、ちょっとお前、急げ。急いでください、本当に。はい、6時間。1人もうすぐ終わんだろ。
でもお金がないんですって、お金貯めなきゃいけないんですっての、あ、結局乗ってんのこっち、あ、あー、かぶらねー、こんな焼けたらどうですか、あ、要望ですか、おかげさまでレベルが上がりました、ローゼンふわりちゃんありがとね。パレードはまだね、やる気ないんですよ私、すいませんけど、滞在数が90人ぐらいだって、今129人、あ、滞在数か、しょぼいね、みんな帰ってんの、もしかして帰宅してるわ、みんな立ったか立ったか、はい、本日は閉所した絶叫の秋イベントは無事終了しました。結果を見てみましょう。B か、微妙ですね、 B だけに、不細工の B、 秋を感じた感情が359個集まりました、結構集まってるんじゃんね、 B ランクの評価を得ました。協会長さんから季節のイベントの報酬としてチョップ入荷アップを1個いただきました、ありがとうございます。何が悪い、元気いっぱいとかそういうのが悪いのかな、少ないと悪いってのこれ、あ、だいぶ減ったね、お腹すいた、トイレない、用が済んだ、用が済んだってのが一番悲しくない、遊園地に来てもっと遊びたいっていうのがいいんじゃないの、遊園地って。お、季節が4年目ですね、ついに、ついに4年目来ましたよ。宇宙人は季節的にいつなんだ、つかここすげえスカスカだな。お、レビュアーさんが来園されるようです、どうぞご自由に書きたいことは好き勝手書いてください。どう、86、88、どっか終わるな、あ、ここら辺か、ほうほうほう、そことどこが終わるんだ、はい、季節のイベントを検討する時期にやってきました、クリスマスメモリアル、あー、空飛ぶソリか、宇宙ゾーンもそうなの、これは参ったな、空飛ぶソリなんて高くて作れなくて、大型なの違うでしょ、トロッコなんて未だに作ってねえからな、あ、これまずしかも開けらんねえわ、全然ダメポでしたね。お、新着メッセージ29件、冬のイベントを開催するよ、みんな遊びに来てねって、私の住む家が欲しい、アトラクション人気500、100マス以上の広い施設、ランク3を目指しましょう、長い冒険戦、パレードの研究、2つ目のバス停、長いパレード、なんか駐車場を工事したりとかバス停工事したりとか多いね、あ、ここ全部駐車場なんだっけ、これ混雑っていう割にはなんかスカスカじゃないねえ、30人ぐらいでスカスカなんだろ、どうしようかな、こいつは先生、ここ開けちゃうか、あ、次も岩割ってる、お前あ、もうそこ岩か、岩んく、これ上げられない、詳細で上げられる、イヤホー、幸福感よ、こい、やったー、維持費1万いっちゃったよ、コストダウン、素晴らしい、このぐらいでいいんじゃないかな、とりあえずは、コストダウンできたのは大きいんじゃなかろうか、あ、お金取れれば、あ、取れる取れる、埋蔵金発見52万5000円、ありがとうございます。レンガのほど、初めからレンガにしたかったな、こんなよくわかんないタイルじゃなくてね、レンガの方がなんか、あ、
ここ、あ、違う、これ壊すとこじゃねえよ。どうしようかな。こんな感じで壊してる？これちょっとバカまでやってるよ、多分ね。なんか形いびつじゃねえ、これ。ここを開けた方が良かった気がするんだけど。もうめっちゃ急いでるね。ドド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 ド。あ、ここを開けて池作りたかったんだ、そういえば。そうだったよね、確か。バス停80万。いや、いいわ、今。ここ開けよう。そこ開けて。ね。よし。まあ、この船のアトラクションって面白いよね。こう、まあ、でもね、泳げない人からすればちょっと怖いんだろうね、これってね。もし落っこったらどうしようっていう。まあ、私はなんとか泳げるんで、そういう怖さはなかったですね。でも冒険船広がるって言ってたよな。参ったな。なんかいびつだね、ここもね。フードコートがあるとお腹が減って帰る人が減ると思う。フードコートね。フードコートすれば作ろうとしてたね、すればね。これでかいんでしょ、確か。でかいんだよね。レストランの脇になってますな。ここ開けばな。いいな。まだ開かなそうだけど、ここね。やっぱ4人ぐらい欲しいね、やっぱり。あとなんかスタッフが少なそう。あの雇いスタッフみたいなやつね。どこら辺に置こうか迷うね。ここら辺に置こうかな。おい、あ、待って、募集する前にもう一つぐらい設置しといたらいいけど。よしよしよし、募集しましょう。維持費20円。あ、3300円。値段が上がりましたね。ディズニーランドバリの値段に行きたいな。8000何本だっけ。ちょっと確か高くなったんですよね、またね。皆さん知ってました？10月からタバコ値上がりですって。そういえばなんかすごいタバコレジに並んでんなと思ったら値上がりですって。なんかタバコばっかりなんかこっそり値上げしてません？ 1 ヶ月ぐらい前に。あ、レビューが投稿されました。レビューでね、なんて書いてたんだ、あのバカルモンは。お、冒険船の評価20丸、ペロペロキャンディーの評価20丸、三角。うん、悪くないんじゃないですか、冒険船に関しては。もう少し伸ばそうかななんて思っちゃってますけどね、でも。冒険船伸ばしますか、じゃあ。これ、なんかついてんだっけ。研究室、広さ、32か。あ、お金減ってない？なんか使ったっけ。あ、いや、フードコート作ってないしな。あ、あれ置いたのか。これ。ピエールとコンシェル酒井さん。
品揃えがあんまり良くないのかな。なんかあんまりあれだね。あ、来ましたよ。クリスマスメモリアルイベントが無事終了しました。結果を見てみましょう。まあ、B かな。C でした。嬉しい、美味しい、楽しい。3C です。残念でしたね、これは。ちょっと思ってたが、結果とは違いましたね。まあね、多少、そういう結果になったとしても、まあ、めげずにやっていかなきゃなって思ってます。いいだろ、もうちょい。あ、でもね、トイレがないとか、そういう欲求は一つもないんで。これ赤字じゃないの？赤字かどうかわかんないのか、これ。今年もテーマパークランキングの結果が届きました。早速見てみましょう。まあ、さらに良くなったでしょう。てぃー、77位。豊島園、77位か。向かい風遊園地、グーチョキパーク、かわいいね。レックスアイランド、オレンジカントリー、大草原ファンタジー、なかなかの大健闘ですね。運営さんから賞金取れてます。はい、30万いただきました。よし、来た。工務店、ここ大事だよ。いやー、これでいくか。これしかないでしょ。ここ開ける？ここ開けないことにはな。はい。そこを開けて、あとはここだな。こことここ。ここら辺をちょっと集中的にやっていこうかね。こっちは、こっちでも開いてんのは開いてんだよな。ただこれギチギチギしてたの失敗だよ、これね。あ、まあ、そいつが道開けてくれるから、それでなんとかする感じや。はい、キャストの募集を行ったところ、なんと4人の応募がありました。はい、ここに誰がいますかね。ピチョンくん、佐々木ナビミ、これにしよう。はい、ここはニコちゃんマークのピエール島さん。はい、これでピチョンくんとニコちゃんマークは取りやすいと。ピエールさん2人いんね。ほい、季節のイベントを検討する時期やってきました。今年はどんなイベントに、学校でパスポートでいいんじゃねえかい。フードコートが欲しいのか。まあいいよ、これで。はい、学校でパスポート。フードコートをどこに建てるかだよな。ここ入れないです、確か。行けるか。あ、1マス足りないよ。マスが足りないよ。1マス足りないよ。あー、微妙ですな。あ、急げお前、スピードアップだ。ドドドドドドっていけ。なんかだいぶ横広な遊園地になっちゃったね。維持費が26万。26万も引かれるんだね、維持費ね。でもそう考えると60万だから40万ぐらいはプラス通るかいいんじゃね。ならまだ大丈夫だね、経営は。赤字になったらおしまいだけど。宇宙ゾーン、これもうちょい相手からですね。どうせもう一列行くんでしょ。ここ宇宙ゾーンにしようね。宇宙ゾーンを作って、ちょっと宇宙人とも仲良くしていくみたいな。
はい、来た。そこは開いてんだね。じゃあここを行きますか。ね、3人まとまって同じようなところやっていけば一気にそこだけ広がるからね。あれ、そういえばどっかお金欲しったとこなかったっけ。あ、もう取った、取ったのかな。なんかお金掘りたくてここ掘ってなんじゃなかったっけ。わあ、もう取ったかどうかも覚えてねえよ。廊下は怖いですね。記憶がどんどん曖昧になっていってしまうんですよ。はい、50万か。え、なんかお金使ったっけ。なんかお金減ってね。ここいいね。ここの取るキラキラ。キラキラあるとこもう掘ってきゃいいんだ今度は。キラキラ目当てでね。バカ野郎、そんなこと言ってていいわけないだろう。素敵な遊園地がそんなんで作れると思うのか。もう日本一の遊園地を作るつもりでやってますんでね。もう少し広げていかないといけないので、ここに宇宙ゾーンを建ててみようかなとね。宇宙人と この宇宙船ね、船と宇宙船をかけてますから。これそれで終わりか、終わりか、どうだ。はい、終わりだ。よーし、じゃあこの人はここ行ってるでしょ。じゃあここか、とりあえずはね。はい、よし、宇宙船作りましょう。宇宙ゾーン、はい、作ります。すげえな、上げ下げ。そこ行っちゃうか。じゃあこうしとかなきゃ。はい、また火星人のお家を発見しました。宇宙の木、ほんとか、そんなの。スペースベンチ、ほら、設置で、宇宙のお家で設置で、ベンチで設置で、素敵な宇宙ありがとうございます。ゲストがどんどん来てくれると嬉しいです。はい、すぐ完成で、設置じゃなくて研究なんですよ。はいはい、施設を充実。はい、レベル2、どうですか。新しい機能、施設充実をしました。大きな施設、おい、別に大きなところを作る予定がなくても一応やっとくと。スペースライト、青い惑星、いいね。フード&ドリンク、フードドリンクいいね。ここに作る感じ。あ、25ポイント、ピチョンくんありがとう。それはありがたい。置けるかな。あ、置ける。おい、メールボックス、はい、素敵なですね。何くれる。研究ポイント20、あー、5ポイントか。あざっす。お、何やら施設の中に設備を配置でき、施設の中に設備を、周囲の壁に出入り口を設置でき、
大型男子トイレ特につけれるとは思っていませんと。はい、リコピン TV。 素晴らしいね。ローゼンフワリが写真で紹介されました。うん、素敵だね。はい、テレビに感動。お、大好きなレビュアーさんの写真を見て地下保険で働いてみたくなりました。おお、働いてくれたんさ、素敵だね。はい、ということでそろそろいいお時間なので本日はこちらで終わりたいと思います。それでは皆さん、また明日もしくは来週、どっちになるのか、ちょっとこの動画がいつ公開されるのかがわからないので何とも言えませんが、また次の動画でお会いできることを楽しみに待っております。それでは皆さん、本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。みんな、またねー。